クレッセンブルンの戦いは、1260年7月13日に、現在のオーストリアニーダーエースター・ライヒ州、ゲンゼルンドルフ軍の町エンゲルハルトして点で起こった、ボヘミア王をたかる2世と、ハンガリー王ベーラ4世の戦闘である。1246年、バーベンベルクや最後のオーストリア公、フリードリヒ2世が戦死して、バーベンベルク家の男系男子が耐えた。相続人は、 フリードリヒ二世の姉マルガレーテだったが、二百五十二年に、ボヘミアの王太子オタカルと結婚。オーストリアは、オタカルが、領有。二百五十三年には、ボヘミア王オタカル二世となった。ハンガリー王ベーラ四世は、オタカル二世のオーストリア継承に、反対、フリードリヒ二世とマルガレーテの名ゲルトルートと、結婚したロマンダヌイロビチを擁立して、オタカル二世と、 対立、1254年に、ローマ教皇インノケンティウス4世の朝廷デベーラ4世の王太子イシュトバーンがシュタイアーマルクを、領有公爵として統治することに決定、オーストリアの問題は解決すると思われた。ところが、シュタイアーマルクの貴族が、ハンガリーの支配に反対し、ボヘミアの継承を望むようになると相続問題が、再年、両者は、それぞれの同盟国に呼びかけ、 決着をつけようとした。ボヘミア軍には、ハンガリー、ポーランド、シュタイヤーマルクの軍が合流。ハンガリー軍は、ボヘミア、モラビア、クマン人ン、ロシア、ブルガリア、ウクライナなどの軍勢を率いてモラバ川で退治した。イシュトバー暗号大使は、モラバ川を渡り、攻撃をかけたが、エンゲルハルトシテッテン村で、ボヘミアの攻撃を受けて敗走。モラバ川で、 多くのハンガリー軍が溺死した。両軍の動員数と損害は、諸説あるものの、オタカル2世はこの戦いでシュタイアーマルクを獲得、オーストリア全域を手に入れた。ベーラ4世は、シュタイアーマルクを、後期、1261年に、ウィーンでこは、孫娘くんふを、オタカル2世の二番目の王妃とした。しかし、ハンガリーとボヘミアの敵対関係は収まらず、 この後も不穏な関係は続いた。ありがとうございます。